はい、加藤です。頼人逮捕のデマを信じてしまった遠藤チャンネルは悪くないっすね。なんでかっていうと、確かに紛らわしいというか、彼が頼人が5日間も Twitter や YouTube を更新してないのは、まあおかしいなと思うのが自然なんですよね。なんですけど、頼人はおそらく今アメリカのニューヨークにいると思うんですよ。っていうのも、さっきニュースで見たんですけど、コロンビア大学の学生が、高齢者、コロナウイルスのせいでなかなかね買い物に行けない高齢者の買い物を手伝うボランティアをやってるっていうニュースを見たんですけど、それを見て思ったのが、あ、これ頼人参加してるなって思ったんですよ。頼人だったら絶対に参加するようなボランティアだなって僕思ったんですね。なので頼人が今 YouTube や Twitter を更新してないのは、アメリカのニューヨークで高齢者の人たちのために買い出しを手伝ってる、ね、ボランティアに参加してるんだということを確信したんですよ。まあ、なので、まあ、証拠はないんですけど、まあ、間違いないんじゃないかなと思います。なので、まあ、今回、遠藤チャンネルがですね、勘違いしてしまったのはしょうがないかなと思います。